いけるかこんばんばはクニオです、えー、と本日4月の4日土曜日の夜なんてことになっております。まあ、どんな一日だったかと申しますと、ほぼほぼジュースジュースのリリースーサインイベントみたいなのに時間を費やしてしまい、この時間になってしまったってことです。<laughs> その話も触れたいんですけど、それはそれで明日終わったら動画作ります。うそれも楽しみにしてね。で今日は コメント返し動画にしたいと思ってます最近あのたくさんのコメントいただいてありがとうございますチャンネル登録もしておいていただけるとガンガン返していったり、えー、コミュニケーション取れるんでやりたい感じなんでお願いしますじゃ行きましょう、えー、井上玲ちゃんのねあの僕としては少ないバズの一つになっている動画にコメントくれた方トピックごとに行きますねじゃこれ一番最初の速攻解説に書いてくれた方にお返しします えとまずはこれはうなぎさわえつろうさんへのレスのやつねこのハッキー300かなハッキー3 0さんありがとうございますおかげで理解とざまブランドねってこれは多分外様のとさまにかけてとざまにしている一発ギャグですよねちょっとあのハートつけてきましたあざす そっっかからかよっていうじゃあ続いてえっ、ー、とサンんゆユかさんなのかなヤクさんなのかなありがとうございますえっ、ー、と上野の散歩ロケは全くの決定前だったからテスト前にマナカントやってみようとかあったのかなよくわかりませんがうんうんうんなんかねこういう散歩シリーズとかそういうのもこのしばらくやんないだろうね、うん、んあの時 見れてよかったケースか。そういうことになるんでしょうね。うん。まあ暗い話はやめましょう。ありがとうございます。じゃあ続いて、えっ、ー、とトピックを変えまして、一回ユカに行こうか。えっ、ー、と、4月2日がユカには誕生日だったっていうのあって、えっ、ー、と、そこに対して、まあ、上げた動画がありますんで、それもよかったらリンク貼っておきますので、見てください。じゃあ行きますね。つるつるさん。 愛にあふれた動画でした。ねこれこう言ってくれたからウヒョヒョって便乗するわけじゃないですけど「あの床にゃ」をずっと見てきてるともうよくやったもあるし今は何ていうのすごくジュースといい距離でなんか付き合ってくれてるじゃないですか、まあ、付き合ってる当た,当たり前なんだけどメンバーでリーダーだから、ねで。でも当たり前が当たり前に続けられるってそんなね 過去のののローの歴史の中でそんなないですよそこも含めて俺ゆうかにはすげえなって思ってるしああこの子リーダーでよかったなって思ってます多分そういう人多いんじゃないですかねまあそういう気持ちでございますまあそういう愛がみんなとつながってるんだったらほんわかしたいい雰囲気の2020年4月かなっていう感じですありがとうございますじゃ続いていきましょうあきあきああきあさん ありがとう、ゆかにゃ、えーうん、俺もありがとうだ <laughs> それ,それでいいねこれはねありがとうございますじゃあ続いて島袋光昭さん、えー、とゆかにゃの声についてお話ししていたのでゆかにゃのラジオを聞いた時かっこ里山かっこ土地ジェットストリームみたいで心地よさを感じました2個。笑いコンサートでもトライアングル部でのあいな,なみんとの親子 共演は最高です、うんうん、ね、なんかその低音で響かす声っていうんじゃなくてまあ、ウグイスジョーとかいうあの声もいいけどユカのそのナチュラルでちょっとなんかよく言う「困ったな」系のところに「困ったな」に入らない一個優しい声って言うんですかねああいうのはいいっすね、うん、な,なんか何にも邪魔しないそういうふうに思いました。 ね、心地よいですま,まさにその通りですであとコンサートのトライアングルやーね、なるほどなるほど分かった分かった、ね、こ,ここが親子とすればなんとなくウエムとヤナミンは姉妹みたいなね懐かしいっすねそんなこと思いましたまあゆかにゃんは今も結構頑張って活動してんでねそれ見てくださいああとねツイッターでこれ僕触れたんですけど あの石川観光特使ってああるじゃないですかあれ観光特使、まあ、ハロプロナイト僕がやってるところに石川観光特使のさ方来てもらってさでゆかねにも俺いわゆるその悪手的なとこに確認してガチで観光大使やりたいみたいの聞いたんすよそしたらやりたいっていうものですから、まあ、当然だと思うんですけどでちょっとね勝手にあの、まあ、知人が観光石川の観光特使だったのよ。 でちょっと情報を得て勝手に売り込んでた。であなんか何人か僕の功績とか思ってるけどこれはあのシャッカイン君っていうね石川観光特使の方があの石川県庁にちゃんと書類届けてくれてそれでもういつでも行けるまで出してくれて3年一期だったんですよ。であのタイミングだとダメで本当一番早いタイミングで特使入ってるんで2018年に始動してで今年からだよっていうふうに言ってたんで。 もう一番早いタイミングでユカニアが動いたっていうことが全てだと思います。だけどちょっと情報をちゃんと調べて書類までっていうところをやってくれたのはその時2018年にハロプロナイト来てくれてたシャッカニ君がやったってことですね。あざす。もう彼とも同級生っていう。ねえ同級生やばいですよ。高橋由伸、上原浩司、タイガー・ウッズ。また切るのはせっさ。させん。余計なこと言うから注意やいち。 じゃあそんな感じで、ちょっとゆかにゃ動画のコメント返しでした。ありがとうございました。細くもあったね。で、続いていきましょう。えっ、ー、と、これは前回のハロプロ関連コメントへのレス動画にコメントくれた方にお返しします。えっ、ー、とね、82たくまさん。うん。ここでも大好きゆかにゃって言ってね。俺も好きだよ。<laughs> まあ、今度は飲みましょう、ね。やるっす。 で続いいいて横ちゃんんんブログささがががつもありが、ねえー、ありりととですすね回答うございます先週公式サイトにいたライブハウスツアーやホールツアーで一部の公演について振り替公演での日程が発表になりましたが早いものですとライブハウスで5月上旬から行うとのことでしたがこれについても開催できるか大きな疑問があり再延期になるのではと思っています。 ビヨンズでは4月17日から舞台を行う予定ですがメンバーのブログを見ても稽古を行っている気配が感じられません国尾さんが言うように5月の連休までの公演を行うのが厳しいようなら公式サイトで4月中5月の連休までの公演は全て中止ですなどの先を見通した見解を出してほしいものです公演の有無やチケットの発送が1週間ぐらい前になってもされずファンクラブにクレームが寄せられるのではないかと思います 中止は仕方ないですがもう少し早く対応してもらいたいものですありがとうございますこれね僕早く返答した方がいいと思ってこの動画撮ってるのもあるあのダイレクトなこの注意すごくわかるんだユーザー側としたら間違いなくこうだと思う僕もユーザー側としてこうですだけどねこれねえっと前この時の動画にも言ってると思うんですけどあの一つじゃないんですよ決定する期間が まず日本人ってそもそもどういうことかといったら空気読む文化なんですよでだもうこういうの決まってるって言ってもその決まってるのの発言とか前出しするタイミングっていうのがあって誰もが納得いく大きいところがドンと出した後にいった方が風当たりがソフトに済むっていう言い方でいいですか。 会場レベルとかではもうほぼほぼ実はあの何をそうそういうことなんです。でなので僕から言えるのはスケジュールとか何だっていうところで例えば航空券取っちゃったとかそういうことですよあと他の予定があるのにとかそういうことですよ。そこになるようだったらもうこの5月とお話してますけど。 もう別の予定でいいかなっていうようなこの言い方で分かってくれればと思います。ねで FC とかハローもそれが対応できるのはできるんだけどね、さっき僕ポップミュージックのさあのそれこそ握手握手じゃないあのサインイベントでカリンが卒業のところの件に対してちょっと濁してたんですよ。これ6月3日とかの話ですよね。これが答え そこまでほほぼほぼっていうやつこれねあのまた改めて動画撮りますんで是非ちょっと聞いていただきあとまあこういう機会もあまりないから知識をちょっと上積みさせるっていうふうに考えてくれたらいいんじゃないかなっていうふうに考えますでもどんどんこれ言ってくれてありがとう FC はクレームっていうわけじゃなくて問い合わせは多いと思うこれどこも会場も含めて本当にみんなもうしょうがない、うん、そういうタイミングです でもこういうディスカッション重要ですね。あとす。じゃあ続きましょう。えー、っとね。これは昨日あげたやつだ。井上レイ速攻ジュスジュス加入スペシャル動画とリニューアルしたタイニータイニーについてのところにコメントくれてる方々にお返します。あとす。えー、っとね。これはあっきさん。初かな えとレイレイは拳のドライ感が好きだと言ってましたしこの5年で変わったとはいええー、とこれは嫌いの人見知りは残っていると思うので心配はゼロではありませんピンチの時にジュースでレイレイを救ってくれるのは誰なのかさまよう拳組よりわかるよ拳組さまようよねいやわかるよわかるよ あ、で、これでレスくれてるーー人いるね。気まぐれプリンちゃん。えっと、横からすみません。誰が救うよりかは、レイレイ自身が変わることが、イ上ウエレイのレベルアップのチャンスだと見ています。強いて言うなら、ジュースのメンバーみんなが救ってくれると思いますよ。ニコと。で、アッキさんが言われてみればそうですね。レイレイは甘えた気持ちはないと思います。ジュースはリリーベイに2回行っただけで、メンバーのこと全然知らなくて、アリが一番、 しな,んしなさそうかなと勝手に思っていましたすいませんあなるほどなるほどそういう気遣いってことをしアーリーがしなさそうってことねえっとねじゃあ最初のこの秋さんのところからあー人見知りは残ってますし人見知りだったと思いますよでシャイっていう方ねでとも子もそうだったのでとも子がいるうちに入ってるからとも子って慣れればすーげえいいやつなんで でそこ全然この最初にシールド今でもあるやつだと思いますけどねともこが扉開いてくれると思うし今のジュース何とか雰囲気いいんでいいっすよかりんのところのねつなぎがちょっとどうなっちゃうのかなっていうのはあるけどまあなんか宮崎優香ちゃんともね連絡先を交換した説もありますしねジュース堂みたいなのはもう初期の5人が徹底的にケアするでしょ 大丈夫と思います。ありもね、これ、ありお姉さんですよ。全然分かってますよ。なので、そこはご心配なくで。まあ、俺が言うのも変ですけど。そんな感じです。あと、気まぐれプリンちゃんさんも、あの、フォローしていただいてありがとうございます。引き続き、よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じでもう一件。うーもまるさん。対2対2次回、牧原さん。これ、なんて読むんだっけ。けん、まあ、間違いそうだから、槙原さんにしましょう。 槙原さんもどうなるのかねこれからに期待するだけマナカンはさすがだよ分かってるうん分かる分かるうんどうなるのかねで答えですよね新番組って思いましょうよ新番組っすよ、うん、<laughs> 俺でも思ったのはちょっと動画で言い切れてなかったけど やっぱり中島拓さんんがゲストに見えんですよねで。マラカンとミツバチ先生でちょっとなんかあの <laughs> 中島さんもてなしてるって方が正解な絵あれ笑っちゃうけどそれが面白いじゃないですか、うん、なんか昔「モグラネグラ」って番組わかんないでしょうねテレビ,テビ東京の深夜に昔すっごい昔あったんですけど大月健二さんとか。 ローリーテラニスさんとかダイヤモンドユカイさんとか毎日代わりでなんか冠番組みたいになってるんですけど来るゲストが全然ゲストに見えないですね。<laughs> お前お前お前が司会なのかっていうそういうのを思い出したりしてそのロックンローラーがやる冠番組っていう方向でもうやっちゃった方がいいですね過去の「退院退院」とか無視で,でそんなこと思いましたでマナカはは当にあにどこ行ってもやれる子強い。 サンドイッチマンとかのねなんか番組の中ジュース入る前とかだったかなでももうピンポイントつぼ先回りで分かってますもんね心強いっすね真中いるのはだからレイレイの件も真中いるから全然問題ないでしょそう思いますじゃあ今日はこんな感じにしようかなでこのあと新宿で僕うまた今日のインターネットサインから再放送しながら すみませんもうご時世ご時世ですけど何人かと飲もうかなんて言ってるんでこれ見てあ新宿いるよって人は来ちゃっても大丈夫ですその場合はコメント欄くださいじゃあそんな感じで、えー、とサタデーナイト4月4日ですけどもまた明日もインターネットサイン会があるということでそちらも楽しんで、えー、明日の夜ぐらいまたお会いできればと思ってますでは国オでした良い週末をまたね